中片付けですか。おい、リュウガ、制服かけろよ。リボをどけて、一旦さ、机の上のものを全部下に。やめて。中身がないカイルできた。これはな、カイルちゃんがこの間分解しちゃった。中身がないカイル、なんか書いてある。この情報絶対ゆうちゃん見た。見た見た。ダイナクサカレンダー、カレンダー絶対見てない。10月から動いてない。10月から時が止まったね。やばい、ひめちゃん、やっぱり5分や。急げ。何したっけ。卵も。そうなん。え、だってひりゅうちゃん物めっちゃさ散らかっとって、掃除機すらかけれへんのやもん。はい、ということで、おすすめするよ。イエーイ。あれ、最初の絵柄とあんまり変わらん感じするけど、いや、だいぶ綺麗になったよな。じゃーん、ベッドもね、お掃除しまして。で、ほら、このね、この辺ももう物で溢れかえってましたけど、全部片付けて、このここに一棟にしました。ね、もうなんかどこで勉強するのみたいな感じだったけど、2分の1は空いたやろ。まあ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 、この辺もだいぶ綺麗になったし、まあ、オッケーやな、ひえちゃん。オッケー。これ何日持つかな。1日。おかえり。ただいま、りゅうちゃん。はい、ひえとママで、はい、3時間っていう範囲の中で掃除したんで、はい、見てみて。おー、残っとるけど。おで、ホロライブのグッズは、ここの引き出し、ここ5ゲームのやつやったのに、あとガチャガチャのあれもいっぱいあったからそこに入れたのと、こっちの上にも入れた。そんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、帰ってきたら姫ちゃんにギューってして、チューってしといて。わかった、姫ちゃんに抱きついてうるうるってしとく。うん。